願いします。はい、どうします？綺麗な髪。まだ迷ってて、うん、すごい切っちゃうか、うん、なんかこんなに綺麗なのに、どうしましょう。ちょっとざらつき気になる。そうですね。うんうんうん、もうでも綺麗って言っていただいてるの本当に、うん、ノットのシャントリと。なんかやらせみたいになっちゃうんですけど。お母さん経由ですか。え、自分でなんか1年半ぐらい前に自分で髪染めるようになって、うん、なんか色が抜けやすいので髪が、はいはい、なので美容院に行って毎月染めるのもちょっともったいないなと思って、まあ、自分で染めるようになって、で最初市販の使ってたんですけど、うん、やっぱり痛むからいろいろ調べ出して、うん、で、あ、美容師さん専用のやっぱカラー剤ってあるんだなと思って、うん、そしたらネットで買えるっていうなって、うん、でいろいろこう探してたら永田さんの動画に行き着いて、で、あのお世話になってるというか、すごい、それですごい、だいぶ久々の、あの若い方がな、岩崎、大体みんなお母さん経由なんですよ、若い人、ね、最近の動画の方おっしゃってるなと思って、ありがたいです。どうしようかな、先輩、せっかく綺麗なもっさり切るんだったら、うん、僕はここかなと思うんですけどね。バッサリ切になったんで、雰囲気的にちょっと前下がりのナリウッドセレブっていうとちょっとハードル上がりますけど系のなんかストレート感はいいけど、まあ、せっかくこの長さを生かすんであればこのザラつきを取っちゃうか、あとはどうですかね、何がなんか自分でできないのは止めるだけはできるんですけど、明るくするのはできないなっていうのと、あと切るんだったら、うん、なんかちょっとストレートかけてもらわないと広がっちゃうかなと思ってて、ね、どうしようか、どっちかですね。ハイトーンにするんだったらブリーチして、うんうん、ワンブリーチ、まあそんなに激しくいかないで、うん、ワンブリーチしとくと次回から自分で染める時とかもまあ褒め感は出ます、うんうん、でザラつきを取るんだったらストレートもちろん、うんうん、ちょっと弱めというか優しめで結構痛みやすそうだし、ご自身からもされてるっていうことなんで、優しい系の縮毛矯正のかける、うんうん、ただこの2つは同時には絶対できない。そうですね。そうそうそう、どうだろうな、どうしようかな。このでもボリューム感はいいけどね、ただやっぱザラつき感はあります、ね、そうですよね、うん、それとしますか、じゃあ切って、じゃあね。で長さどうします、それと吸わして、うんうん、何でもできます。まあただ毛先こっから先はちょっと落としたいけど、うんうん、これぐらい5センチぐらいは落としたいんですけど、うんうん、短くバスッといってもいいし、あとはなんかこのロングを生かして、ロング生かしてもかっこいいですけどね、ここまで伸ばせる人少ないから。あ、そうなんですね、うん、いなくないですかあんまり。あ、そうですか、うん、特にこのハイトーンというか明るめのトーンで、うーん、じゃあちょっとどうしようかな。綺麗になります。じゃあとりあえずは長いまま で長いまま、はい、ただかっこよくなり、はい、レイヤーも入れてお願いします。いきましょう、はい、じゃあそんな感じで後ろこれ映るかな、わかりますかね、このボワッとしやすい癖ですね、うん、昔からですか。そうです、うん、ボワッとしてザラついて見えちゃうんで、でもかなりホームケアも徹底されててツヤ感がこうすると出てくるぐらいなんで、まずこの癖を取っちゃいましょう。じゃあいきます、お願いします、はい、はい、じゃあそんな感じでいきましょう。はい、じゃあ今日は、まあ、セルフカラーもでも結構綺麗ではあるんですけどに、リスク少なくいく縮毛矯正ですね。で毛先の方はちょっとダメージが溜まってるんで、まあカットする前提ですね、少しは、ここら辺までは切らしていただくんですけど、この表面のザラザラした感じ、このこうやって持ち上げて落とした時に綺麗にならない、こうスーンと綺麗にならないっていうのを綺麗にしたいんですけど、はい、じゃあリスク少なめに、酸性の矯正ですね。はい、ただごめんなさい、多分前回の動画でも言ってるんですけど、まだ開発中の新薬剤行かせていただきます。これ本当にすごいから早く皆さんにお伝えできることを楽しみにしてます。いや、まあ 5.6 ぐらいに設定してある還元剤です。ちょっと楽しみにしててください。じゃあ行きましょう。よいしょ、はい、じゃあそんな感じで行きましょう。こっからここまでワンタッチです。ここの毛先は時間差で行こうかなと思います。ですんでこうしてもうバーッとつけたら2周目でしっかり馴染ませる感じ、まずは1周パクッとつけちゃうイメージでいきましょうね。こうして、はい、次スライスもある程度厚めでいった方が仕事が早いかなと思います。もう簡単です、この開発中新薬剤めちゃめちゃ簡単で、世の中の縮毛矯正がいい突端に楽になると思うんで、で難しいことはない、考え方もすごい至ってシンプルなんで楽しみにしててください。早く発表したいです。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。さて
蓄毛矯正も新しい薬出るんですね。そうなんですよ。もうずっと研究しててそうなんです、ね、いや蓄毛矯正っていうのは、まあ、僕ずっとアルテマ使ってて、うんうん、アルテマってやっぱすごいねシンプルな考え方だしあれなんですけど、うんうん、やっぱりちょっと複雑な考え方もしたいとか、あとは世の中で今流行りの酸性蓄毛矯正っていうあたりをいかにもっと簡単に、酸性蓄毛矯正ってすごい難しいと思われがちなんですけど、あ、そうなんですね、はい、ですごいそれを簡単にするっていうのを目標に作ってて、これは結構ねいい感じになるかなと思う。すごいんですね。そうYouTube もあの逆算で出さなきゃいけないから、うんうん、しかもうち来月引っ越すんですよ。え、そうなんですね。そう、まだね LINE 上とかで発表してなくて、 LINE っていうかお知らせはしてなくて、うんうん、多分この動画が出る頃にはあのもう皆さんじゃあ新店舗なんですね。てかもう新店舗にいると思います。あ、そうなんですね、はい、今日がそうそうそうラストモデル、ラストモデル一応あの3名今日3本撮りしようって言って、うんうん、2月その引っ越しでめちゃめちゃ忙しくなると思うから、うんうん、撮影絶対できないから、あ、撮りだめですね。そうそうそう、今のうちにそんなにそんなんって いやすげえやってるよねよくないみたいなだってもうちょっと撮りだめしてるから、逆にあの撮ったモデルさんが1ヶ月半後ぐらいのアップロードになるんですね、うんうん、だからそうするとあ懐かしいなと思って今までは撮って出しでやってたんですけど、うんうん、そうちょっとさすがになんか1月後半から2月丸々は丸々と3月頭は多分撮影できないと思ったから、うんうん、あの撮りだめてるんですけど多い多いちょっと多いよねいやでもなんか更新が止まると皆さんあれじゃないですか、楽しみにしてる人もやっぱいるから、うん、なんか一回ここ独立してここでオープンした時に更新1ヶ月ぐらい止まったんですよ、うんうん、1ヶ月半ぐらいかな、さすがにバタバタして撮れなかった、うんうんうん、止まったんですけど、やっぱなんか連絡めっちゃ来ましたYouTube やめちゃったんです んですかってありがたいですよね、本当嬉しい嬉しいけど、やっぱなんか急かされてる感じもするから、そうですよね、休まらないですね。そうそうそう、あ、じゃあ取りためようと思って、うん、あのそうそうそうめちゃめちゃ募集して取りためてたら、ちょっとなんか言わせ、今多くないですかちょっと多い。そうそう、やっぱなんだかんだ一人3時間半ぐらい撮影のお時間いただいて、うんうん、そうでなんか休みの日こうサロンが休みの日に撮ってるから、3時間半かける3名だと10時間半、疲れますそりゃそうだね、疲れますねただ今日は一番最初のモデルさんなんで、あの一番元気です。あそっか、この後2名いらっしゃるんです、ね、そうなんです。それであのここでの撮影が終わります。あ、3月ぐらいに出る。そうそう、私の髪の毛のご報告がずっとできないですよね。あ、確かに。さっきモデルさんに伸びてますね根元確かに言ってもらいましたよ。なんか最近の動画で一番、うん、これ撮ってる時の一番新しい動画そうなんか伸ばしてらっしゃるって、はい、なるほど、お話しされてたんで、はい、ました。あ、そう、前回動画っていうか前回アップされた動画、アップされた動画、お母さんのやつ。あ、そうです、すごいコメント欄で岩崎さんに1票でも俺の方が多かったけど本当ですか、絶対後悔させてやる長さん応援したことも後悔させてやる。後悔させてやる。怖。どうでしょう。いやね、5万円ね。見て見て見て。でも頑張ってるんだなと思って。モデルさんが優しい。私のお小遣い、あのお年玉年末にもらうから待ってますから。俺の耳かき。5万円。そしたらなんか昨日セミナーだったんですけど、うんうん、あのメーカーの仲いい女性の方に、うんうん、やっぱでもそんだけ1年頑張って5万って少ないから、半年頑張ったら5万で、1年頑張れば10万でいいんじゃないですかって言ったバカなんて言ってナイスアイデアですね値上がりなんで倍になる臨時ボーナス、臨時ボーナス、臨時ボーナスだから私は10万目指して頑張ります。頑張りましょう。いや本当ね、もぎ取ってやろう。もぎ取セミナーの受講生にも何か言われてたじゃん。何ですか。え、なんか、いや、岩瀬さん、本当根元あれなんですかねって僕、俺言われましたよ。あ、私言われてないです本当大丈夫ですかね絶対染めますよね、染めますね、染めないです。10万かかってました。10万じゃ5万だよ。10万かかってるから、私の10万がかかってるから。どれですか、染めないですよ。何言ってんですか。その受講生もきっと後悔するでしょう私を味方にしなかったことまた全国ツアーというか全国セミナーが始まったんで、うんうん、また今年もいろんなところに、うん、ご出身とかどこの方ですか。私茨城です。あ、まさに昨日茨城行ってました。あ、そうなんですね。筑波なんです、はい、私隣の土浦ってところ。あ、土浦隣ですね。出身で。おお、そうなんですよ。昨日はだから一昨日研究学園駅に泊まって、うんうん、筑波でセミナーして。なるほど。あの超有名な焼き芋、焼き芋なんだっけ、カイツカです。カイツカ、カイツカ、はいはいはい。あ、有名ですよね、はいはい、そう、あれを岩崎はどうしても行くっつって、
まあ、あの筋トレしてるから干し芋を干してるんで、あどうせならうまい干し芋、干し芋美味しい。そしたらあの参加者の人にも干し芋をもらいました。あすごいじゃん。やった嬉しい。あの丸ごとの干し芋って珍しいって言われますね。あそうなんですね。なんか丸ごとの干し芋、うん、別に普通に見かけてたんですけど、うんうんうん、すごいなんかなんか有名ですよね、うん、大学芋と。あの大学芋はめっちゃ美味しいんですよ。うまいよね。冷凍冷凍冷やして食べる、うんうんうん、なんか美味しくて友達にもちゃんと買いました。お土産またそんないた。茨城近いですね。筑波ぐらいだと近いですね、うん、近いです、うん、筑波とか土浦ぐらいだと、うん、車で行ったんですけど1時間20分で、ね、めっちゃ近いじゃん。空いてるとそうかもしれない。いや昨日悩んだんです一昨日。いや一応電車で行って、うん、電車の中で、うん、なんかそれこそ YouTube の編集とか、うん、LINE の返信とかいつもするんですけど、うんうん、TX かーつくばエクスプレスってあの車両が在来線じゃないですか、うん、あそこでパソコン広げるのちょっと微妙じゃないですか。微妙ですね。そうそうそう。しかもあのなんだすごい寒波来たじゃないですか、うんうんうん、超寒いから、うん、停車する停車するタイミング。そうそうそう。本当の北国仕様ってドア開かないじゃないですか、うんうん、それこそ群馬県に走ってるくらいボタン式です。ボタン式じゃないですか、うん、TX 絶対開きますよね。開きます。絶対寒いだろうなと思って車で行ったんですけど、思ったより近くて、むしろこっから秋葉原までいつもタクシーで行って TX 乗るんですけど、うん、楽だなと思って。ドアドアだから車のが全然楽でしたね。すごい楽、快適かもしれない。すごい楽ってお前助手席だからさ。それすげえ楽だ。すごい楽。そりゃそうだ、はい、しかもなんかこう絶妙に私をダメにする車なんで。あのなんかシートがポカポカしてるんですよ。シートヒーターついてる。なるほど。ポカポカしてきて、ね、いい感じの車の揺れで、おやめろ乗り心地悪い。いい感じの揺れがあり、車の揺れがあり、もう、まあ、絶妙に私は寝なさいって言ってますね。それは息しは頑張ってて、うんうん、多分でも後半最後寝ましたよ、ね、最後の最後耐えられて耐えられて寝て、帰りは私いつ寝たか覚えてないです。起きたら銀座でした。すごい、もうぴったしで行き帰りなんて焼き芋買って、ご飯食って焼き芋買って、うんうん、で普通に開始5分ぐらいでもう寝て、そんな早かったですか。ぴったしあのそこの銀座6あたりで起きて、うん、お前絶妙に起きるねっつって一応なんかやってるんですよ。これでも頑張ってると、うんうん、やっぱあの運転していただいてるってもあるんで、これでもちゃんと起きようっていう意欲はあるっていうのはちゃんと言ってるんですけど、でもどうしても毎回戦いに負けてしまう。勝ったことがない。絶対寝るんですよ、ね、セミナーでお疲れの後だから。疲れてるの僕です。でも内藤さん寝ていいよっていうお優しい、いや寝ていいよって言わないとダメなぐらいで最初こんな感じをなんか頑張ってるのをアピールされると、あもう寝ていいよってアピールしてない。うんみたいな。アピールしてないですよ。ちゃんと起きようって意欲はあるっていう。すげえ戦ってるだけで、だって絶対寝るじゃん。だったら早く寝ようよと思って、なんか横でゆらゆらされるんだったら。パチってたまに頑張ってるんですけど、昨日の帰りは本当もう寝た記憶はないですね。起きたらあ銀座。早い早い。よしちょっと。そんな感じで3周塗り終わって、今毛先、まあ7センチぐらいかな、を外してる感じですね。3周ぐらい塗り終わってかなりもう浸透してて、この新開発の薬剤、まあ pH 調整によるんですけど、スピード速くすることもできるし、スピードじっくり、優しくいくこともできるんですけど、今日は塗布後10分でいきたいんで、今3周塗り終わったぐらい、だいたい塗布時間が5分ぐらいなんで、もう毛先伸ばしちゃいます。で、毛先伸ばして、から10分で流しましょう。行きましょう。これで10分置きます。はい。はい。お待ちください。はい。じゃあ10分経過しました。こんな感じですね。まあ酸性液なんでそんなに、軟化防塵はしません。で、全体的に、このインフォームですね。インフォームでバーッと、水分足しながら浸透促進の最後の追い込みをかけます。プラス結合強化にもなるんで、これはバーッと結構大量につけちゃいます。で、優しくコーミングしたら流しましょう。で、流しで、まあ、普通に流してもらって、でシャンプーで優しくバブリングしてドロップのチェンジリンスですね。もうザラザラが取れます。はい。嬉しい。矯正歴は矯正起こしたことないかな。なんかサラサラにじゃなったことはなかないですか。ないです。諦めてました。ダメ。諦めさせません。矯正を生かすしかもう生きていく道はないと思ってました。すっごい綺麗になりますよ、嬉しい、はい、じゃあこれで流してもらいます。はい、はい、じゃあしっかりと推薦してきてもらったんで、ここから中間処理ですね。コネクター5倍ですね。コネクター5倍バーッとつけて、その後赤です。で、中間処理大事です。中間処理は普通処理剤
てつけたらそのまま流したりとか上から一材が乗ったりとかするんですけど、中間処理に関してはこのまましっかりブローで水分を抜くことができて、さらにアイロンでがっつり定着脱水縮合ってやつが行われるんで、もうここの時点はもうふんだんに処理剤つけちゃってください。よし、でこの後先にカットさせてもらいましょう。でカットする理由としてはクリープですね。クリープの時間、やっぱり還元剤ってしっかり水洗したとしても全部流れ切ることはないというか、髪の内部では還元が全然進行してるんですね。もちろんスピードはめちゃめちゃゆっくりになってるけど進行してる状態なんで、それによってカットでストレートをキープした状態でさらに還元を進ませる、じんわりと最後の追い込みをかけるっていうのが大事になっていきます。じゃあカットいきましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。綺麗なロングになります。嬉しい。はい、でもでせっかくなんでちょっとだけレイヤーが入ったスタイルでいきたいかなと、はい、レイヤースタイル似合いそうな、嬉しい、はい、かっこよくいきましょう。はい、じゃあブロッキングがまずこんな感じで、ちょっと後ろワンレングス、顔周りレイヤー、トップも独立レイヤーっていう形でいこうかなと思います。で今日はちょっと5センチから7センチぐらいちょっと切らしていただくんで、馴染みがいいようにレザーでいきます。はい、もうちょい下向いてください。ありがとうございます。でこれぐらいですかね、毛先ちょっと落とさせてもらって、レザーでいくことによってお後の肌馴染みが良くなります。こんぐらいの長さ切るときにレザーでいってしまうと、いくらチョップカットしたとしてもどうしても馴染みが悪くなってしまうんで、しっかりとレザーでラインを切るです。昨日セミナーでも質問あったんですけど、YS のレザーです、はい、特にこだわりはないですけど、まあちょっと重さがあるんで結構こういうラインを作るあのカット方法にはいいかなと思ってます。はい、ワンレングスですね、しっかりと。で緩やかな前上がり、こんな感じでまずはアウトラインを決めます。まあ後ろはワンレングスなんで、アウトラインイコールもうヘアスタイルの完成にはなります。はい、と OK。 そしたら1回こうやってしっかりコーミング、コーミングでちゃんとテンションはかけない、かつ根元がしっかり綺麗にコーミングされてるのをちゃんと感じ取ってレザーで切る。こうして小刻みに叩き切るイメージですね。小刻みに叩き切る、よいしょ。ああ綺麗ですね。じわじさんバッチリですよ。よし、いやこれぐらいロングを宿毛矯正っていうか決めたら多分僕も相当気持ちいいと思うんで、今すごい楽しみね、楽しみ。でこの場でカットを挟むことによって、さっきつけたコネクターとあとはメクワの中間処理がしっかりと定着する時間にもなるんで、いろいろカットはここですることをお勧めしますね。しない場合はまああんまり切らない場合ですね。あんまりなんかレングスを切らない場合とか、あとは超ハイダメージの場合とかですね。ハイダメージとかはもう一回アイロンして酸化、固定した後に、状態を見てからまあカットした方がいいかなと思うんで。はい、真正面見てください。ここで左右にバックは分けます。そしたらサイドをこう自然な位置で下ろして、で前に、ロングなんで、ね、こう首に沿って前に出てくると思うんで、前に。で、しっかりとコーミング結構しっかり召してください。よいしょ。で、この三つ襟、ここですね。ここから上がってくるイメージですね。こうして、で、スライス厚くなるんで、細かく。一回でいかない。こうして、細かく。OK です。逆サイド同様ですね。左右の確認。バツ OK ですね。そしたら、まあ、細かいところになるんですけど、三つ襟と耳後ろあたりをしっかり C シェイプして、この角ですね。この角は落としとく。耳後ろも、この角です。で、もみ上げはこう前にしての C。ロングだからこそこういう細かいことはこだわってください。ロングでラインが出てるワンロングスなのに、こういうところがピンって跳ねてたらすごいかっこ悪いんで、ここです。このところ。こちら。OK。そしたら、ワンレングスのベースができたんで、前髪周辺いきます。前髪を作りながら、前を顎ラインぐらいにしながら、それに合わせたレイヤーっていうのを入れていきたいかなと思うんで、結構深めに取ります。レイヤー込みなんで。深めに取った三角形。で、深めに取ったら前に下ろして、ここもまたレザーで、顎下ライン。これぐらいですかね。
これはモデルさんとかお客様に似合わせるぐらいの感じで、これがかっこいいかなと思いつついろいろ探ってください。で、気持ち長めに切っといてくださいね。あの乾くと上がるん でそうしたらこれを機に、ドライカットでレイヤーが入っていくようなイメージなんで、まずこれで乾かしてしまいます。よし。で、今処理剤もうついてる状態なん で先に、まずレブニサノットのミストでバーッと、で、これでセラミドだったりも補給できるんで、メドホームもそうだし、あとは、まあ、レブニサンですね、一番は。しっかりと細かいうねりを取ってくれるんで、しっかりつけたら、シクロペンタシロキサンのオイルだったら何でもいいですけど、うちはリンクのオイルを使ってます。よいしょ。いい。じゃあ乾かして、今度はアイロンです。いきましょう。はい、乾かし終わりました。まあ酸性なんで、ここで癖はかなり出ます。なんでかっていうと、アルカリで防潤させて軟化させてるわけじゃないんで、この時点でサラサラにはならないんですけど、これをしっかりとアイロンで伸ばしていきます。アイロン温度は200度、ラディアントの200度ですね。ラディアントアイロンの200度でしっかり熱置きでいきます。でもって、こういう全体の癖が強い場合って、中間のアイロンすごい抜けがちなんで、中間もしっかりと時間を置きながら熱置きっていうのをして、毛先もしっかりと熱置き、まとめて熱置きしようかなと思ってます。はい、いきます。さあ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 、アイロンで伸ばしていく時間です。はい、はい、長年このふわふわっとした癖が収まらなくてショートにできないですね。そうなんです。でもストレートとかかければ結構意外にできちゃったりもするから、いろいろね、広がりますよ。しかも変な昔ながらのシャキーンには絶対しないので、楽しみです。楽しみにしてください。ゆっくり熱を置いていきます。サラサラにどうなるか楽しみにしてください。カラーどうしましょうかね。なんかサクッとしたいですね。あ、そうですね、うん、あんまり暗くない方がいいですよね、せっかく。そうですね、オッケーです。お任せください。バッチリお願いします、はい、なんかレイヤーもしてみたかったんですけど、うん、やっぱり癖でずっとあんまりその段入れたりとかってしたことなくって、うんうんうん、でもなんかホームケアでだいぶ綺麗になってできたなってなったんで、前回ちょっと、あ、そうですね、レイヤー入れたら表面ちょっと前髪と短くしてもらって、うんうん、いいじゃないですか。そうなんです。なんか本当にホームケアの重要性がそう本当に大事だなと思って。そうなんですよね、こういうのに。一応でもこれがアイロンした状態で、洗って乾かしてもここまでなるように今頑張ってます。はい、すごい。それはそうそう、インフォームもケラフェクトコネクタも使ってます、うん、すごいじゃないですか勢揃いじゃないですか。でも良くないですか、かなりいいです。いいと思います。いいですよね。さすがになんか乾かしただけだとやっぱ癖あるんですけど、うんうん、ちょっとアイロン入れるとちゃんとツヤっとするから、髪がだからか。いや、なんかね、髪内側から結構ツヤが出たから、いや、さすがです元気になってるんだな髪がと思ってだったらやっぱロングで正解だったかもしれないですよ。せっかくここまで綺麗にできてるんで、うん、なんでちょっとね、より美しくロングをキープするみたいな感じで、はい、はい、まず周りの人を驚かせますんで楽しみ楽しみ。今日は誰かに会わないですか。今日は会わないです、うん、でもそうですね、うん、彼と一緒に住んでるので。ああ、じゃあもう家でおおってなるかも、うん、今日美容院行くって言ってあるんで、うん、あ、そうだね、はい、まさかこういう美容院だと思ってないですけど普通の美容院と思ってる結構気づいてくれる彼ですか。どう、でもそうですね、割と、うん、気づいてくれる、うん、褒めてくれたりとかします。あ、優しい。ちょっといつまで美容院長いなって思ってるくらいですかね今いつより長い、ちょっと長いな、うん、でも彼仕事してるじゃない、この時間だと、うん、仕事してます、うん、さて、やばくないですか、見た目今すっごい、うん、かつてないまっすぐいいよし、頭が小さくなりました。いや、めっちゃなりますよこの差が本当ですね、すごい。いや、しょ、なんかほわほわとサラサラこれだとね、すごい、すごくないですか。なんていうことでしょう劇的ビフォーアップってあるなあれですよ、家のやつだよね。いや、でも本当にそうですよ、はい、さてさてさて、おおすごい、ここら辺とかもすごいですよ。すごい、これを、カラーで固めます。はい、はい、じゃあちょっと準備してくるんで、
はい、アイロンが終わりました。ってな感じで、まあアイロン後ですね、もうさっき言ってたこの上に上げた時に戻らないっていう現象もこう一気にさらっとできるかなと思います。まあちょっと今静電気立ってるんですけどね。で、ここからカラーして、固定していきたいかなと思います。順調です。はい、じゃあ今日の薬剤紹介いきます。ハイトーンではあるんですけど、若干の毛先の方の色ムラとかもあるんで、4.5 パオールでいきます。矯正の酸化に、大体オキシも使われてちょっと暗くなりがちなんで、なるべく明るめの要素でいきます。はい、ベース12シルバーで、アクセントがディープブルーで、ピンク4対1対 5% ですね、はい、なんでピンクを全体量の 5% 入れることによって結構柔らかい色っていうのが出せるんで、ベースはシルバーとディープブルーで作りたいかなと思います。で、まあ、いつものやつですね、頭皮保護天才糖が入ってるのと、インフォーム3プッシュ、コネクタ3プッシュ、もうオールなんで結構な量、1剤で大体 100g 以上使うんで3プッシュずつ入ってます。で、メテオ 30%、 総量の 30% 入ってます。で、初登場かな、メテオの、ブースターですね、メテオマテリアル2滴入れてます。じゃあちょっと色も見たいと思うんで、ごめんなさい、色はこちら白毛束と黄色毛束に、ちゃんとやって、後で別で紹介します。お願いします。さあ、いきますよ。もう終盤です。結構早くないですか？早いです。あ、そうそうそう、だいたい矯正の持ちは半年くらいです。そんなに持つんですね。そう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 、根元が一回やったところはちょっとしか戻ってこないんですよ、だいたいほぼ半永久。根元が気になってくると思うんで、そしたらだいたい半年ぐらいすると頭の8を超えてくるんですね。8を超えてくると少し横に広がりだす。それまでは上に広がる部分にはボリュームとして見れるんでいいんですけど、そうなんで、間、大体、まあ、2ヶ月に1回ぐらい、2ヶ月か3ヶ月に1回サロンに行ったら、あのメテオのカラーでメンテナンスしてもらうと、矯正元の相性めちゃめちゃいいんで、すごいツヤツヤになって、大体半年に1回矯正の、今度リタッチですね、根元生えてきたところだけの宿毛矯正をするといいかなと思うのと、あとはもしその時に、今日一発目の宿毛矯正なんでまだ具合が分かんないんですよ、どこまで癖が戻るかは分かんないんですけど、戻ってたら今日の薬のさらに半分のパワーで先も塗ってあげるといいかなと思います。はい、はい、メテオも楽しみです。メテオ楽しみですよね。おおってなりますよ。ツヤ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 、結構ねサロンさんすごい増えたんですよね。もうかなりの導入件数になってきて本当ありがたい。もう全国ですか？全国。やめてよ、山梨県の人はすみません。これ知ってます？あと和歌山だけなんですって言ってたら、ね、そうそうそう、おっしゃってましたよね。山梨が抜けてたって。ちゃんと確認したんですよね、自分の中で。もういます。もういます。もう山梨の方もなんかすごいおしゃれなサロンさんだった。そうそう、詳しくは、まあ、メテオサロン概要欄から。すごいおしゃれだった。私も京都のメテオサロン行ってこようかな。京都のメテオサロン。あ、地元戻った時。あ、行ってらっしゃい。嫌がられますかね。メテオカラーで予約してあなたが行く。嫌がられますかね。ちょっと嫌か。カメラ回してもらっていい？嫌です。一回やってみてよ。こんにちは。こんにちは。メテオカラーで予約した宮崎です。名前で呼ばれるか。いや、そうでもないか、分かんないけど。いや、面白いけどね。どんな反応されるんだろう。えって言われますかね。いや、案外知らなかったり、私のこと。もうそういうサロンさんもあるはあると思う。調べよう、京都の。京都のメテオさん。も結構増えたはず、確か。本当ですか、うん、地元にあるかな。いやー、宇治はあったかな。どうだろう、知らないか、うん、宇治付近で広めてきて、飛び込み営業して、すいませんっつって、すごいいい取り留めとあるんですけど。お金出ます？歩合制ね。え？そしたら行った労力のお金は出ないんですか？だから歩合制だから。いやいや、それだったらやりませんよ。え？なんかその行ったっていう労働の方をもらわないと無理無理。世の中は基本成果報酬制だよ。ちょっとここ違うじゃないですか。特殊。営業とかね、飛び込みの営業さんとか大変ですよね。うん、大変だ。絶対。でもなんかあれができるようになると何の仕事でもできるようになるって言われるので、ね、確かにそうですね。そうそう、仕事のスキルの全てが詰まってる。営業さんですか？営業さん、飛び込みでなんかやるような営業さんっていうのは、まあ、清潔感とかも大事でしょ。清潔感、あと覚えられる。あ、それはいけそうな気がする。そうそうそう。あとは何にでもプレゼンできる、説明限られた時間で説明ができるとか、ね、そう、あとアフターフォローも全部できたりとか。ちょっと厳しい。
めっちゃいいっすよだけしか言えない絶対お前じゃ営業さんとかできないし、いいっすよとりあえずみたいな、1回だけ1回だけみたいな、1回だけちょっと入れてみないみたいな、1回だけマジ1回だけっていう風に、チャラ、え、チャラいですか、ちょっと1回ちょっとお試しお試しみたいな1回入れて絶対入れないでしょそんなの1本やあげるからみたいな、あげんなよ使ってみるよ教えるんです使い方みたいなすごいもう全体成績悪い営業マンですからご利用し営業関西だとそれがいける、わかんないですいけますかね、よいしょ、これでお時間を置きましょうかね、はい、よいしょ、よし、OK、お願いします、はい、お疲れ様です。先に毛束の方だけもうシャンプーし終わってます。こんな感じ、12シルバーディープブルーピンク 5% ですね、かなり綺麗な色ですね。まあいつもの通り一眼だとちょっと色が難しいと思うんで iPhone で撮っときます、こっちの方に乗っけとくんでお願いします。はい、じゃあそんな感じでモデルさんもいい感じになってると思いますんで、こちらをシャンプーしてもらいます。でシャンプーがよく乳化します。乳化することによってリトーノのたくさんのトリウムが作用して残留アルカリっていうのを有利してくれます。でその後ヘマヘマをジャックエッジで、しっかりチェンジリンスで E フォーム入りのノットシャンプーでやって流したら、ケラフェクト原液、その後アシッドリンクの順番でつけて、その上から流さずにアリミのコアミです。はい、じゃあお願いします。よし、はい、お疲れ様です。じゃあ早速乾かしていきましょう。ノットのミストレベル、先ほど説明したんですけどフォームケアで使えます。中間処理でも使えるんだけど、フォームケアで使うことによってまとまりのいい柔らかい髪質っていうのを作ることができて、毎日使用することによってどんどん蓄積型なんで、かなり髪の中身が綺麗になっていきます。でリンクの色しっかりつけましょう。ちょっと長いんで2回に分けてつけます。ハーフドライしたらもう1回つけるっていう形でいこうかなと思います。はい、乾かします。さあ、ここ触ってみます。おお、すごい。で、持って毛先は少し柔らかさを残すぐらいの、曲がるぐらいのストレート、かなりやりやすくなると思いますよ。嬉しいです。色も綺麗です。色めっちゃ良くないですか、うん、そうなんです、すごい綺麗な色味を選択しました。じゃあドライカット最終仕上げいきましょう。で持ってまずはブラントを取ります。まあレザーで切ってるんでブラントではないんですけど、ちょっとこう厚みが出てるんでここは取りましょう。しっかりと厚みを取っていく。もうこれは矯正が効いてるんで、あとは毛先を少し落としていくだけですね。で最後メテオの結合強化のアイロンをすれば完璧です。よし、でレイヤーをかっこよくします。はい、はい、でさっき切った前髪のここですね、ここの周りを切っていきます。なんで一回前に下ろして、この先ほどのところをまずブラント取ります。よし、こういう形。おー、いい感じじゃないですかいい感じです、はい、で持ってこれを今ブラント取ったところをつないでちょっとずつ切ります。もう一回切りすぎないように、切りすぎると変なレイヤーになるんですけど、今のこの前髪のレイヤーのところにつないでいく感じですね、うん、これでレイヤーをつなぎます。こっち側はハサミをこっちから持ちます。よし、そしたら今のところをもう一回今度は逆方向にすると流れが綺麗になってくるんで、この角ですね、この角を少し落とす。要は あまりに長さがある場合のレイヤーって独立したレイヤーにはなってくるんですけど、その独立感がすごい弱まるようにこういう角とかを少し取ってあげる、全部チョップでぼかしてあげることによってどんな動いてもかっこいい感じになるし、少しね結んだ時とかでもかなりいい感じに出てくると思うんで、はい、この上ですね、上のここも少しぼかす。
全体的にチョップでぼかしながらのなんとなく独立したレイヤー、それが一番いいですね。がっつり独立したレイヤーは年齢上目の人とかには結構いけるんですけど、若い人はこうなんとなくつなげた方が可愛いですね。よいしょ、よいしょ、 OK。 そしたら、まあ、せっかく量があるんですけどちょっと膨らんでるところもあるんで軽くスライドカットいきましょう。この表面をメインでまず動きがあるところ、前髪の結構しっかり切ったレイヤー周辺をスライドカットします。よいしょ、おいっと、笑顔がいいですよね。ここら辺のレイヤーとかもかわいい、かわいい、うん、よし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 、オッケー。そしたら後ろ少し量取りましょうかね。軽く動きも出てかっこいいですね。はい、はい、OK。 すごいサラサラなんですなんか触られてる感じ、切られてる感じもちょっと今までと違くないですか。全然違います。摩擦がないというか、うん、OK です。で、さらにこの後メテオのアイロンをします。そうするとさらにトリートメント作用が長持ちしてくるんで、そこちょっとやりましょう。はい、一回切ってみましょう。そしたら、美容師さん向けにカラーに、メテオグリオキシル酸、グリ誘導体、レブリン酸が入ってるんで、こちらアイロンで脱水してきますね。脱水することによってしっかりとツヤが出るのと、あとはトリートメント成分が長持ちします。なんで今日はちょっと内巻きぐらいでいきましょう。のツヤ感ですね。よし、はい、じゃあサクッといっちゃいましょう。さあ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 、輝いてます。はい、さあこれでメテオのツヤ感を出しつつ、レイヤーのこのかっこよさっていうのも出しつつなんで、いやちょっと一回クロス取りますね。よいしょ、すいません、失礼します。はい、いやー触っていいですよ気持ちいい。こんなにサラサラになったことないです。ですよねないです。いやいい感じ、すごい、うん、あとはね、継続ですね。メテオも継続、矯正も継続してあげると、うん、多分1回目より2回目、2回目より3回目、矯正に関しては3回目ぐらいがマックスかなと思う。マックスっていうかそこからずっとキープだと思うんですけど、 1,2,3 回目ってやるともっともっと良くなるんで、そこら辺はねちょっと継続してあげるといいですね、うん、あ、いや、あとはもうホームケアしっかりやってるんで全何でも大丈夫だと思います。よし、ちょっとこうレイヤーのところをこう、おお、なんかわかります、かっこよく糸端になる感じ。わかります。そう、外側に滑らせる。で、毛先もストレートアイロンかけちゃったんですけど、少しは曲がるかなと思うんで、よし、軽く内巻き。よいしょ、ホームケアは引き続き頑張ります。引き続き頑張ってくださいいや、この髪質すごくいいんですよ実は。本当ですか。癖があるだけで髪質自体はすごくいいから、もっと綺麗になりますよ。まだね、あの点数でいうところの65点ぐらいまでしか来てない。はい、なんか歩くたんびにツヤがすごい動くような髪になれると思うんで。本当ですか。そうそうそう、そんなに、そんなに、そんなに頑張ろう。頑張りましょう。まず第1段階完成です。ありがとうございます。よし、で、オイル。おお、いい香りです。噂の、そう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 、なんか新しい匂い出るみたいですね。多分この動画出る頃には出てるのがラフランス。うん、うちは引き続き金木犀推しではいくんですけど、ラフランスも要望があれば取り寄せたりしようかなと思ってるんで。よいしょ、まあちょっとねストレートで、これ巻いてあげたりするとさらにかっこよかったりもするんで、ね、今日はちょっとストレート、はい、で一応今日は洗わないっていう形でいいかなと思います、はい、よいしょ、いい、ではでは、ちょっと、あ、どうぞどうぞ、直して、直してください。はい。はい。はい。こういきますか。こういうやつです。おー、すごい。ザラつきが取れて、かなりツヤ感が出たんで、で、毛先、もうちょいですね。うん。ただ、かなりいい感じだと思います。よく見るやつ。見えます。バッチリです。よし、OK です。お疲れ様でした。ありがとうございます。自分の髪じゃないみたいな。そうなんです。OK です。レイヤー感がいいですよね。バッチリです。よいしょ。
ということで最後ご挨拶だけさせてください。はい、はい、お疲れ様でした。今日は宿毛矯正、全体的に細かいチリ付きのようなうねりのある、チリ付いてるわけじゃないんだけど、チリ付きのようなうねりのあるモデルさんを酸性の宿毛矯正、今絶賛開発中、もしはもうこれ発表されてるかもしれないですけど、それをもうしっかりと効かせて、リスク少なく、チリ付きを取ってストレートにするっていう方法をやらせていただきました。で、あとはもうロングの人が鉄板でかっこよくなる前髪、前の方、前髪が顎下ラインの止まりレイヤーっていうのは、やっぱりこれはロングで後ろワンレングスの人とかには特に有効なんで、これも皆さん参考にしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。バッチリでした。オッケー。嬉しい。いや、これはね、触り心地最高ですね。はい、お疲れ様でした。はい、こちらで失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。眠、なんで眠いの？朝だと。まだ昨日いっぱい寝たでしょ。寝てないですよ。何しろ映画見てました何の映画見た？知ってますか？クリファ、わかんない。日本、海外、ちょっとざっくり良いところを説明してください。良いところなんてないですよ。え得意のホラースプラッターなるほどそっち系ですね。あの人が残虐に、ちょっと残虐なやつです、ね、残虐なやつで、ピエロちゃんが、はい、それ多分あんまり言うと YouTube のあれに引っかかりそうだからもうやめましょう聞いてそっちが聞いてきたんじゃないですか。だからこっちはちょっと抑えながら言ったのに。確かにということで、じゃあ気になったら見てください。オッケー。じゃあそんな感じで今日もお疲れ様でした。